ない勉強を続けるつもり。はい、メスムラ手じゃないか。配信終わった瞬間低い声であーダリーって言ってるほしい。え、いいよ、じゃあ今日それやろう。スパチャ読み終わった後にやろう。でもさ、今からさ、期間が空いた後にやったらさ、なんかこの流れの後に来た人がさ、びっくりするよね。じゃあちょっと今やろう。よし、ということで、まあちょっと早いけど、だいたい終わったかな、話したいことは。そしたら、発売中のボイスは看病ボイスとサマーデートボイスの2種類が発売中です。よかったら皆さん一緒にあれ、よかったら聞いてみてください。では最後ね、おつエリエル締めてるので、よかったら一緒にいてください。おつエリエル、ありがとうございました。バイバーイ。ダリーあって感じ。それそれ。じゃあやってみようから、それそれまでが結構長いっていうね。あ、ポチポチ、せーの。待って、遅い遅い遅い。もう、もう始まっちゃった。全然大丈夫。大丈夫、大丈夫。オッケーオッケーオッケー。始まりました、カツラギサードインパクト再びでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろよろ。改めて自己紹介するわね。了解。ノリプロゲーマーズ所属、カツラギシンよ。シンでいいわ。よろしくね、シンジ君。シンジ君は今日はいないよ。シンジ君は今日いないわ。癖になってんだから。ごめんね。サービスサービスサービス。続きまして、二次三次所属、バーチャル YouTuber やらせてもらってます、カツラケールです。本日はよろしくお願いします。結構ね、ボキャブラリー増やしてきたから大丈夫よ。ほんと、解像度上がった。任せて。よろしく。発信しか言わないミサトはもういないからね。まずこうやって喋れるのが最高だしね、まず。ありがとう。わかる。そう。次どうぞ。じゃあ、ナナシンクのショートでとんでもないミサト出したあの風ミサトでーす。なんかすごいこと、お願いします。すごいことになってる。声がすごい。30にも40にもなってるわね。そう、いっぱいできるのよね、シンジ君。シンジ君いないわ。いないわよ今日。あ、ごめんごめん、イマジナリーのシンジ出ちゃった。今日 3人だからミサトね。あ、そうそうそう、シンジ君いないから。あ、やばいね。ミサト、そうそうそう、サードインパクトよ。ゼロシンジ。ありそう。ゼロシンジ。バカシンみたいで超いい。ゼラシンジ。ランクマッチ。ランクマッチ。よろしくお願いします。真ん中ですかね、やっぱ最初。ほぉ。え、どういうのが強いんだろう。結構、めちゃくちゃしてるのが強いかな。別の色でもいいんだ。なるほど。ルールは大体わかった。ここからが勝負だ。なるほど。ルールはおおむねわかった。ここからが本番だ。ここからが本当だ。いただいたぜ。そうっすねー。まあ今だとどこを引いてもって感じかい。でもどこを引くにしても、もう一
回笑顔を咲くってされたら困るんだよね。もう一回笑顔を咲くってされないような場所に線を引けばいいんだ。そんなものはない。そんなものはない。笑顔を咲くって、あ、ここだったらよかったのか。いや、でもこっちもいけるの。あ、違うだろ。やっぱね、1個目のマス見誤ったのが良くなかった。やっぱ1個取られるとね、流れが完全に持っていかれるかも。一番最初の四角を取ったものが制するんだもん。どっちも先手取られてるからね。ない。塩分ペロリさん、今日も雑談ありがとう。お仕事の疲れ吹っ飛んだよ。突然なんですが、付き合おうとは言わないくせに好きとだけ言ってくるやつをエルフの森でさばいてくれませんか。どんぐりを弾みます。わかりました、さばきましょう。私があなたを思わせぶり罪で逮捕します。ずるいよね、そんな。そんな告白され待ちだよね、そんな。革新的な一言には迫らないってね。あなたがその立場だったらどんな気持ちですか。好きとだけばっかり言って付き合おうまではいかない。どうせ待ってるんでしょ。え、いやいや、別に好きって言うのはいいでしょ。気持ちを表現してるだけだし。よし、わかった。いけ、くーちゃん。え、わかった、やってみるね。好き好き。なんだよ、こんな VTuber 連れてきて。こんな好きの2文字でな、俺が好き好き。あ、うわ、やめてくれ。ってね、自分でやれ。だってエルが好きって言っても別に嬉しくないでしょ。別に嬉しくないでしょ。嬉しいわ。そう、じゃあやってみてもいいけど。まあじゃあやってみてもいいけど。パチ屋で全否定 ASMR を聞いてて5万くらい負けてた時だったからすっごい聞きました。何やってもダメだね。つらい、やめてよ。そんな追い込まないでよ、自分を。今日一日何してたの？最初から期待なんてしてないから。にゃんちゅの全否定ボイスください。つまらないお便り二度と送ってくるんじゃねえ。こら、にゃんちゅ、そういうこと言わないの。とこと花子ちゃんからのお便りでした。つまんないお便り。こんなものに時間をかけて無意味。こら、にゃんちゅ。お姉さんにはそういうこと言わないから安心して。ありがとう、にゃんちゅ。子供、う、う。子供泣くで。こんな、美里さんが聞きたい。美里さんの全否定 ASMR？ やめなさい、何もしないで。いつも全否定してんじゃん、美里さん。別にエルが考えなくても。全肯定美里さんください。大丈夫、いける、信じて、信じだけにやれる、安心して。全肯定、えらいえらい。
えらい今日も一日お疲れ様うるせえグーフィーの全否定お願いします。グーフィー否定するかな、誰かのこと。エル地味に地味にっていうか、グーフィー好きだからさ、あんまりグーフィーのが辛辣なこと言ってること想像つかないんだよね。あ、手汗子、こっち近寄らないで、子供たち、うるさい、近寄らないで、握手しないよ、だって手汗がついちゃうからね。邪魔、近寄らないで。怒られる。コラショで全否定。ねえねえコラショ。あ、コラショってじゃない。ねえねえキッズ、いつまでできもしない勉強続けるつもり？もうやめれば。どうせ今から勉強したってキッズは伸びないよ。やめれば。大丈夫。勉強できなくても僕はキッズの味方だよ。赤ペン先生貯めるキッズにチャレンジは向いてないよ。かわいそうなキッズ。こんばんは、初見です。リンの声真似の切り抜きから来ました。さしずせーん、あいうえお前のことをダジスでどんくさいって言ったけど、立ちつて取り消すかな。カレーパンマンにだけ全否定アンパンマンお願いします。ねえカレーパンマン、カレーライスじゃなくてカレーパン作ってよ。なんでカレーパンマンってカレーライス振る舞うんだろうね、みんなに。おいみんな、カレーライスができたぞ。カレーパンなのに。カレーパン揚げなきゃいけないから大変なのかな、工程が。油の処理しなきゃいけないからね。うん、油の処理はめんどくさいからね。そう、これじゃ文字美里さんで全否定されたいです。黙れ、黙って、今ジャムおじの話してるから黙って、し、静かに。おじゃる丸で全否定。おい、でんぼ、知れ。ファンクラブ入るか、おー、ぜひぜひぜひ、ファンクラブ入ってください。ファンクラブ入ってくださいって言おうと思ったけど、ここ直近で投稿した2投稿連続でネガティブなこと。家に G が出て、マジで最悪、明日朝早いのにって言ってる。投稿と今日投稿した、はあ、マジで今日朝早すぎたのに、なんでこう朝5時から起きて夜までなんか動きっぱなしだったのに、なんで今日に配信はみたいな、クソネガティブな。そんな OL みたいな投稿が見たくて入ってるわけじゃないんですけどねみたいな。ファンクラブうまっ。これじゃあファンクラブじゃなくて不安クラブだよ。上手すぎる。あ、ちょっと招待していい、二次三次に。あなたそれうまいわ。エールの耳美味しそう。本当？じゃあ今日は久しぶりの雑談だし味見だけね。ごめん、全然取れなかったけど、耳の先の方なら切れたからあげるね。俺らが美味しそうって言ったから。大丈夫、すぐ治るから。うっそ、包帯巻けば大丈夫。ほな。そうな天ぷら。聴覚室とかド緊張してしまう。え、でも確かにガラガラガラ、失礼いたします、ガラ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 か。オンラインとまた違う雰囲気かもしれないよね。実際に並んで待ったりするわけですからね、多分。全然予行練習するよ。
やっほー、こんにちは、ルール。え、嬉しい。めっちゃエルのグッズ持ってきてくれてる。ありがとう。わかった、お名前聞かせてください。あ、ごめんね、もう時間見た。え、何さんだったの？ごめん、ありがとう。次の方、あ、やっほー、こんにちは、ルール。え、すごい、それエルのさ、島村の T シャツじゃん。島村の T シャツって言ったらさ、あのさ、あれ買ったのれんみたいな。え、あ、もうあり、ありがとうございました。ごめんね、なんか名前も聞けなかった。でね、これはいかない。俺ら回転寿司じゃん。どんな難しいお題でも大喜利に立ち向かう姿に尊敬の念ので、こんなファンは嫌だ、どんなの？配信が始まってもないのに、ポケモンスリープのいいところはって言って待機中にコメントをするところ。いっぱいいるやん。いやー、面白かった。なんかあれ、うん、面白かった。なんて言ってたん？だってさ、あれそのままエルが配信始めた時にコメントしてくれてる人いないでしょ。もうさ、宇宙の彼方に飛んでったよ、あのコメントたち。みんなが書いてくれたあのコメントたち、無限の彼方に飛んでっちゃったよ。一回行ったら終わる俺ら。満足すなって、それで。配信始まる前に、ポケモンスリープのいいところはね、悪いところはね、エレルがポケモンスリープに合ってると思うところは、書いて満足するんじゃないよ。本当に、ふうじゃないんだよ。エルが配信初めて布教してほしいんだから。実はエルはかなり前から知っていました。しかしその時、俺の日本語のレベルがあまりにも悪くて、それらのネタがわからなくて変な人だと思った。その後、エルのエイペックスを見て驚いた。この子はこんなに可愛いの？そしていくつかの配信を見て推しになりました。しかも1番か2番の推し。エレルの魅力がすごい。それは合ってんだよね。うん、間違ってるとかじゃないんだよね、それ。日本語1番か2番で一応合ってるんだよね、これ。もしかしたら間違ってるかもしれないから。ああ、面白い。しかも1番か2番の推し。いや、嬉しいです。光栄なことよ、本当に。魅力的な VTuber 限らず、いろんなエンターテイナーがいる中で、ありがとう。日本語とても上手。でも、L、1番が好き。お母さん需要助かる。あんた本当に1年間押し続けられんの？絶対押す！絶対押すから！じゃあちゃんとメンバーシップ入って推し変しないで、この子ずっと1年はせめて押し続けなさいよ。うん、わかった。ちょっとあんた、最近エルちゃんの配信見てんの？え、まあ最近は見てないけど、ショート動画は見てる。赤ペン先生は出してるみたいなね。たく、それじゃメンバーシップに入った意味がないじゃない。いや、でもメンバーシップ特典の1ヶ月に1回のやつは見てるから。ほに、ねえお母さん、どうしたの？あんた、あきくんのメンバーシップ入りたい。こら、あんた1年間 LL を押すって決めたでしょ。お母さんと約束したじゃない。なんか、あきくんのメンバーシップ入りたい。本当に1年間ダメよ、あんた1年間
メンバーシップ入るって約束したのに1年間はエルちゃんのメンバーシップのままです。もういいじゃん別に、だって途中からでもやめれるんでしょってね、なるんだ。積極的な彼女欲しいです。エルも積極的な彼氏が欲しい。じゃダメだねエルたち。かわいそう。別に告白してないのに勝手に振られたみたいな。みんなにわかチョコパンが一番好き。それ話し合いとかで怒られるやつだそれ。エル聞き取りテストでねそういうのあった。なんかねそれ間違いの答えに選びやすいようにねそういう人を言ってくる人がいるんだよね聞き取りテストの中で。ただいまから聞き取りテストを行いました。聞き取りテストってあるじゃん、日本な国語のテストでさ。その時に今から流れるのは6年1組のクラスでの話し合いの様子です。文化祭の出し物で何をするかについて話し合っています。この話し合いを聞いてその後の問いに答えましょうみたいなやつで、皆さんは今回のクラスの出し物は何がいいと思いますか。はいはい、花子さん。私は〇〇がいいと思います。うんたらかんたらだ。はい、ありがとうございました。続いて意見がある方は挙手をしてください。はいはい、〇〇くん。僕は昼休みにサッカーをやるべきだと思います。なぜなら外で遊ぶことはとても大事だからです。〇〇くん、話に今回の文化祭の出し物について関係ない話は控えてください。次に意見がある方はいますかみたいな感じでやって、最後のなんか答える問いの中で文化祭の出し物は何をするべきか、サッカーって書いてあって、それ間違いなんだよ。もうクラスの話し合いの中で脱線した話をしてたからっていうコメントかよ。長い。もう何に対して突っ込んでたのか忘れちゃったよ。エレールに相談があります。学校で仲いいと思っていた友達に実は嫌われてて、学校で話す友達も全くおらず、人のことを心から信じることもできなくなってしまいました。どう思うようにすればいいと思いますか。こんな僕の救いは LL で配信などを見て癒されてます。本当にありがとうございます。長文失礼いたしました。失礼しちゃうわ。長文失礼いたしましたとか、夜分遅くに失礼いたしましたって言ってくれた人に対して本当失礼しちゃうわって言っちゃう人。人のことを心から信じることができなくなってしまいました。もう答え出てんじゃん。え？信じなきゃいいんだよ。でも生活していく上で人との関わりは話せないもんだろ。そんなの誰が決めたの。え？いいじゃん信じなくて。だって嫌われてたんでしょ。また信じても。自分が悲しい思いするだけじゃない。それならさ信じなきゃいいよ。あたしじゃダメ。あたしを絶対に君のこと裏切らないよ。エルエル。いや伸びしたり、そのなんかこの振り返ったりしてんの。このそれならさ
信じなきゃいいじゃん。なんでディラン・マッケイみたいな間が全部に入る。ディラン・マッケイだ。それならさ、信じなきゃいいじゃん。ってね。あら、いらっしゃい。うちのお店、夜はスナックやってるの。あんた昼に会ったかしら？ま、どうでもいいわね。ここは日常から逃れた大人たちが束の間の安らぎを求めて集まる夜のオアシス。そして私は宝石を身につけ、オアシスに舞い降りた夜の蝶ってとこかしら？ここで見たこと、話したことは全て夢の出来事。明日に引きずるなんてご法度よ。覚えといて。さ、わかったらお帰り。あんたのような子供が来るところじゃないわよ。ママが興味を引くものを持ってないと見向きすらしてくれないようだ。でも、何？まだいたの？こんな目で見つめられても、何も出さないわよ。あら、何その顔。人はみんないくつも顔を持ってるのよ。今の私は夜の私。別の私については触れてほしくないわ。たとえ別の時の私に会ったとしてもね。宝石とか貢いでくれるいい男、どこかにいないかしら。宝石が欲しいのかな？なんだ、この夢。これは、夢だよな。どこだ、ここ。何もない空間が一面に広がってる。俺は確か堂島家の家にいて。ここは一体。辺りは深い霧で覆われている。とりあえず住んでみるしかなさそうだ。空間がどこだ、ここ。俺は一体。落ちはしないか。見えない壁がある。呼び出されてしまった。こっちみんな。行くか。どこへ行く気だ。いいか、一度しか言わんからな。よく覚えておけよ。夜に高校生が出歩くってのは都会じゃ普通のことだったのかもしれん。だから先生から呼ばれたんだって。なんだよ、急に父親ずらしやがって。堂島さんは別に俺の父さんなんかじゃ。くそ、待て、パス見える。くそ、こんなこと言うつもりじゃなかったのに。てね。おう、写真より男前だな。ようこそ稲橋へ。お前を預かることになってる堂島良太郎だ。俺はこの世界では数見えるとして生きていく。性別は男だ。お前のおふくろさんの弟だ。一応挨拶しておかなきゃな。はさては乗り物よいか。優しい。こっちは娘の七子だ。おい、挨拶しろとかしないんだ、優しい。七子ちゃん、よろしくね。俺、挨拶しろ。ああ、娘にはちゃんと言うんだ。すごい教育パパだ。あら、七子ちゃん緊張しての、さては乗り物酔いだな。にちは。にちは。こいつ照れてんのか。照れなくても大丈夫だよ。びっくりした。びっくりした。お父さんが叩いたのかと思った。びっくりした。こいつ照れてんのか。びっくりした。なんだ、こちゃんが叩いたの。もうって言って叩いたのね。びっくりした。合体予報。合体予報の申し出、誠にありがとうございます。合体により生み出されるペルソナは日によって様々な能力を得ることがございます。
思わぬ効果が発生する場合もございますので、こまめな確認を進めいたします。本日、4月20日の合体予報です。何も起こらないだと？何もないのか、じゃあやめた方がいいのかな？ナイス！いく！やめなさい！レベルアップしちゃった。それは変だろ。うとん汁ね、うとん汁うといっていうか、これはね、あのサンダルとかさ、あれは下駄があるじゃん、下駄のあの紐の部分を言うんだよ。紐のここの鼻緒が切れたとか言ってね、鼻緒がこれはね、これ糸状菌っていうね、あの菌の種類だから、糸状のね。でこれも逐一報告しなさいって言うでしょ、こういうの。これ社会に出たらこういう雑学もね必要になってくるから、そう逐一報告しなさいってね。そう、そのために先生と上司にね、何ですかって感じで、こう何回やっても分かんないよ。こんなの何回やっても分かんないもん、分かんないよ。惜しい惜しい、はい、メス馬だったんじゃないか。メス馬だったんじゃないかな。